こんばんは。超楽しかった。あ、今日はライブありがとうございます。本当に大丈夫か。大丈夫です。こんばんは。ちょっとその枠を取りました、うん、こんばんは。大丈夫です。僕は、はいはい、めっちゃ大丈夫です、はい、何があったの。あのモノ君にぶん殴られて、あの大出血しました。急に大丈夫ですか。痛そう。いや大丈夫大丈夫、本当に縫わなかった縫わなかった、うん、もう岡山もうね、本当にね、元気いっぱいでライブできますよ。こんばんは。テーピングやばい、ね、師匠誠みたいになってっからね、ちょっとなんでガムテープ貼ってんですか。ガムテープ貼ってんのは何が。ガムテープじゃねえよ俺な。病院行った。大阪病院行った。痛いの。お疲れ様でした。唇は切れてないよ、はい。縫ったの。縫ってない。結局縫ってないけどね、なんか後残るかもって言われた。多分後残る。パカーってなってんだよね、ちょっと縦線にパカーってなってんの。後残るんだ。うん、それはね、そう勲章ですよ。精神薬ありがとうございます。あのね、勲章ですよ。あんのとかわいそうってないから、いや全然勲章ですよ。後残るかもしれないって言われた。後残るってなんか縦にパッカーンってなってんの。そう目じゃなくてよかった。ほんと痛くない。うん、精神薬ありがとうございます。お疲れさん、かわいい、勲章です。後残るの、うん、後残るかもって言われた。そう縦線がそうまた増えますわ。眉間の横に、眉間のちょっとここら辺にパッカーンって痛み止めとかもらってないよ。そんな必要ない。精神薬ありがとうございます。お茶爆ありがとうございます。はい、今日楽しかったです。あ、今日アラートね、今日ね、お茶爆ありがとうございます。いや今日ね、本当にちょっといろいろあったね。明日大丈夫、明日全然元気。いや本当に元気、うん、本当に元気、この状態でライブするかもしれないけどそう、ギターがぶつかった。うん、この状態でライブするかもしれないどうしてこうなった。あ、だから、あ、そっか、あの、説明すると、ちょっとあのね、説明すると、このコーンポタージュを買ったんで、今はパーキングにいます。チングもね、今目の前に撮ってるんですけど、撮影で、はい、ね、モノ君と千葉銀でね、お茶爆発です。こうやってね、あのパーキングいます。今岡山向かってます。はい、大体岡山 1位ぐらいつくかな。ストゼロで消毒ということパーキング休憩してます。俺はこれちょっとね、これやって、うん、そう美佐子は家に帰りました。ラーメン食ってる、ね、いつも鉄分取ります。撮ってるのです。はい、こんばんは。後半に血がめっちゃ流れたって、ね、貧血にならないように、うん、鉄分いっぱいね、あのパクパクね、あのね、あの本当に鉄作ってっから。例えば医者になんて説明したの。お茶ばっかり医者に、あのロックンロールスターなんで、あのこういったことをしましたって。いや正直に言って、今日新生かまちゃんのライブ梅田クワトルであって僕はロックンスターなんで、ね、お茶ばっかりです。こんな感じになっちゃいましたって、うん、それはそういう説明して、今日のライブ神が合ってたね。今日良かったね。いやいつもいいよ、声もめっちゃ出たっしょ今日、口も切れてるよ。口はもともと切れてるわ、これは関係ない。これはギター関係ない。自分で貼ってないよこれ。お茶爆発なんです。あ、じゃあちょっと書く。本当に大丈夫ですか。本当に大丈夫。そう、保険証あってよかったよな。マジで。お茶爆発なんです。保険証あってよかったよな。 LINE の、LINE ミュージック、やって。肌汚く見えるって何か。うるせえバカ、てめえのは汚ねえだろ。鼻水出てねえよ俺、声通ってたね。声めっちゃ良かったし俺くん、どの曲のタイミングで忘れた。どの曲のタイミングかはちょっと飲ましてくれ。LINE のアイコンにして、いやこれ、あ、いいよ、あ、かっこいいでしょ。お茶爆発なんすね。聖マリか。聖マリで血が出たんだそうなんだ。今日配信はちょっとね、あの電波なくてできなかったんだよ。お茶爆発なんす。電波なくてできなかったんだけど、ツイキャスね、あ、やんないで本当よかったわ。俺本当配信やってたら今日本当にバンだったもんお茶爆発なんす。みんなからもらったお茶爆がさ、本当なくなってたもんな。本当やんなくてよかった。お茶爆発なんす。保険証はね、常に持ち歩いた方がいい。 T シャツの汚れ、そう、ね、バンダーの、そうお茶爆発なんす。そうやんなくてよかった。マジで今日はね、神回避したわ。そう、ギターだから、あの、説明すると大丈夫って何が、大丈夫、うん、そんなにすごい血出たね。精神薬ありがとうございます。あのね、違う、やっぱこういうところはめっちゃ血出るよ。お茶爆ありがとうございます。精神薬ありがとうございます。そんな流血、精神薬ありがとうございます。電波悪かった、血だらけでダイブして笑ったって何が、いいじゃん別に。そんな衝撃だったんで、知らん人見たら完全に中二病やんって何が。 いいじゃん別に、俺中二病なんだから。完全なる俺は中二病なんだから。神ライブでした。貧血にならない。なんない。流血してライブしたら知らねえよそんなもん。忘れた。後から痛くなりそう。わかんない。どうなんだろうね。
今けどもうアドラリンは落ちてると思うよ。お茶爆ありがとうございます。額は流血しやすい。なるほどね。いやほんと元気っすよ。元気元気もう元気だし、本当に今すぐ飛行機乗れるよ。今すぐ飛行機運転できるから。晴れてる晴れてない。のこさん今日いいね来て発狂した。いいねなんかずっとしてんじゃん。痛みに強いだってないわ。ギターにスポンジ巻いとけ。本当だよね。そうだからあのねちょっとね説明させて今日だからライブ来てない人とか配信もしてなかったから、どんな風に僕が今日ねあの血まみれになって、あの本当にねものすごく血まみれになってしまって、ね皆さんがね本当にアビ簡単もうステージ上はもうね地獄絵図みたいな、お客席は地獄絵図みたいな感じになったっていう。こんばんは。大丈夫です大丈夫です。あのそうみんな引き気味だったよね。別にそっか、まあ初めてねあのライブ来た人とかはね、そういう人とかもいるからね。阿鼻叫喚、まあ、初めてライブ来た人じゃなくてもね、人の流血見るなんて初めての人はね、昔から来てる人でもねいるわな。何人倒れたと思うとるんや。大体3人ぐらい倒れたな今日。3人ぐらい倒れた今日。俺の血見てなのかなあれな。こんばんお疲れ様です。倒れた人いたね。いや結構どうなんだろうね。実際問題さ、ライブ会場暑かったからさ、あのうちのスタッフはあのうちのスタッフはね、あのね俺の血とかじゃなくて、あの貧血いや貧血じゃねえよ、なんだっけ、あの空気不足で、隣の小学生引いてたって。何が勉強なんかその空気不足で、そうまあどっちもじゃない、俺もどっちもだと思うよ。酸欠。だってさ俺見たのさ、あの倒れてた人もしすごいあった、あのね見た人さ、俺さ倒れた人ね、もうこんなんなって。こんなんなって目開けたまんま俺ほんとやべえって思ってさ、確実に三脚。血が引く金になった。まあまあけどこんなことも今後もあるっしょね。気をつけるわ、ないように気をつける。やめとけってないか、白い向いてたね。でもさ、あの気をつけるわね。だって今回別に意図的じゃねえもん。前回もそうだけど、意図的で流血ライブなんかさ やんねえもんもう。気をつける気をつける。後ろに変な音ってどういうこと。かかしどういうこと、後ろのかかしって。札幌でもある。あるかもね。だって事故だもん。あ後ろ、あ怖っ、後ろかかしですねこれ。どこにいんの後ろ怖い。今これかかしがいますねこれね、完全にね。スケキヨがいますね。死が近いライブ。いやけど本当にね僕ね、あの気をつけるよ。いや気をつけるって、だってさ俺さ今日だって普通にさあれだよ、ギターをさ、あじゃあ説明させてなんで俺が今日流血ライブしたっていうのね、説明させて。あの知らない人ちょっとコメントをちょっと見てるから、何があったんですか。そうちょっとコメント見てるから説明させて。あのね今日あのライブの途中で、あのねワンマンライブの途中で、あの何曲8曲目か9曲目ぐらいに俺ねギターをこうやって取ったの、ギターを普通に今まで通りギターをこうやって取ったの。そうギターを取っただけなんだよ。取ったらそのギターのさボディの部分がさ当たっちゃったの、ギターのボディの部分が。いや本当に普通に撮ったんだよ、勢いよく撮ったのかしんねえけど、普通、そう本当に普通に、だってみんな見てたっしょ、普通に撮ったのかなあれな。普通に撮ったらバコーンって、そう指揮しようとした時、多分それどんな速さで撮ったんだ、こんな速さ。こんなやつで撮った、そうボディで。早えよ。あのさライブはテンション上がってるんだよな、ライブはテンション上がってんだから仕方ねえだろそんなもんさ。早いよじゃねえよ、ライブはテンション上がってんだからそうなるのは仕方ねえだろうが。じゃあテンション下げろってライブでなあ、今日のライブ最後じゃあるとね、ライブでテンション下げろってこれからは、んなことするわけねえだろボケなあ。ライブ後ステージ立ったらテンション上がるんだよ。これはちょっとだからもうそう、運が悪かった、しゃあない、そう運が悪かった。やだやだやだ、ライブテンション上がるもん。無理テンション、恋じゃない恋じゃない恋じゃない。
あ、元気元気、全然ライブ超楽しかった。あれだね、今日はスローモーションで見たい。さすがロックの関係ねえよ、こんなもんダセえよな。これ意図的にこれやりたくねえんだよ俺だって。それもつけたままライブ、明日は多分そうかもしんない。明日岡山これつけたままライブするかも。でも本当ビクったしょっちゅうぶつけてるよね。ねえしょうがないじゃん。本当にさ、こうやってパパパパパパパって動きまくるのこさんなんだから。そこまでけん、目の前見えてる、見えてるわ、コメント見えてんだから。そうそうそう、うん、言ったらそんな流れはそんな感じ。明日また絶対パックリだよね。明日もまあめっちゃね、あのね、流血するかもな。まあ気をつけるよ。気をつける気をつける。明日本当無理しないで、無理するわ、当たり前無理するとかじゃねえよ。いつも通り今日みたいにやるよ。無理するとか無理しないとかそんなバカ言ってんじゃねえよなあ。ふざけんねえ、岡山のことバカにしてるわけじゃねえんだからそんな。なあ、いつも通りやるよ。いつも通りやるに決まってんじゃん。傷深くない、傷全然深くないというか、でもやっぱ残るって言われた。ここ縦にね、なんかねだから俺さ、昔流血ライブさ20年前やった時さ、ここにさ、あの跡残ってんじゃん、あの流血ライブの昔の跡が。だからここら辺にもね、残ると思う縦にパックリとそうライブで死ぬようになってない。こんばんは。また眉間のシワ増えるね。眉間じゃないんだよ、眉間のちょっと隣なんだよ、ここら辺なんだよ。そう20年前の14歳、カッターで切った後もう一本どんどん刻まれていく。別にいいじゃん、傷跡残ったって。勲章ですよ。勲章別にいいじゃん。洗顔大変だねってのが別に。額カットした。こんばんは。目スレスレやん。受験終わったらライブ行く。あ、よろしくね。へこんでるところ真ん中、まあここら辺のへこんでるところだね。ちょっとまあまたいつか見せるよ、またいつか見せるから配信で。絶対あと残ってくから。あと残ってるから。今日はお風呂入れない。あ、そうだね、今日はお風呂入んない。今日はお風呂入んない。そのままてか、そんな寝るよ、そのまま寝るよ。かまってちゃんでおすすめの歌は何ですかって、レモンに決まってんだろ。なんでバッテンなのかな、わかんない、知らん知らん。あれか、ほら みんなもう行ったの。あれこれみんな、あ、そうか、みんな早いな。レモン、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 みんなもうなんか竹内さんシングと俺しかいない。みんなもう行っちゃった。のこのクソ野郎、早く帰ってこいよこの野郎って感じで思われたかもしれないから。そう、チングと俺だけ。口切れてんのはギターじゃない。乾燥。いや寒いな、めっちゃ寒いな。新幹線じゃないよ、車だよ。だいたい深夜に1、あ、てかね、深夜に1時か1時半ぐらいに着く。俺なんか朝の4時に着くってな、昨日さ嘘ついたけどさ。そう、深夜のね、1時か1時半だから結構早めになんかさ着くからさ。まだゆっくり寝れるから。だからホテル着いた瞬間寝るわ。一旦千葉帰るわけねえだろお前それやべえだろ一旦千葉帰ったらやべえだろお前バカ言うなよこんばんはゆっくり休んでさっき岡山着いた。あ、そうなんですか。寒いよねめっちゃね。獅子王誠に見えた、わかる。てか俺言っちゃったんだよね、あの病院で、獅子王誠みたいですねってあのおばちゃんにはってその時はアドレナリン出たからさ、ライブ直後で獅子王誠みたいじゃないですかって知るわ、伝わってない伝わるわけねえじゃん伝わるわけねえじゃんな、何を言ってんだこいつみたいなさ。そう、いやー、メダクロスみたいないですね。どこですか地球。あ、今岡山、まだ岡山ついてる、大阪。芦田愛菜に行ってる、ありがとうございます。無理してないよねって。何が。全然本当無理してないよ。痛くもないし、普通に、まあライブのちょっとね疲れは残ってるって感じ。やっぱライブの疲れは残ってるな。それだけ。テープが、後ろびっくりしたって。さっきからうるせえよ本当によ。さっきからこれな、後ろね、後ろこれちょっとモノ君とミサゴだから痛くない。痛く、全然痛くない。
だから大したことねえって、大したことないよ、うん、ちょっとそろそろ行った方が怒られそうかな、車、うん、喋り方何なんですかって、何がこれ普通に喋ってんだろボケ、おい殺すわな、喋り方何なんですかってどういうことだよな、どういうことだよ、普通に喋っとんだろ俺よな、戻ろう、めっちゃ血出たぞ、あもうそんな話どうでもいいよ、血なんかこれからも出るよ、出るときは出ます、かまってちゃんのライブ、今までもあったっつうことはね、今日はおとなしくって、何があれちょっと待って、これだけ捨てたい、これだけちょっと捨てたい、足元気をつけてね、怪我してるから怒られないんじゃない、どういうこと、耐震続ける感じって、何が続けて何が悪いの、ちょっとこれ一回空き缶を捨てたい、寒い、いや外めっちゃ寒いですよ本当に、ちょっと声抑えてくね、あの明日ライ、あまあ今日か、今日ライブなんで、かまっちゃんの僕はずっと女の方やと思ったね、やっぱみんなそうやって言う人いるよな、うん、全然そんなことないんだよ、はい、ちょっとこれ缶が、あすいません、うん、風邪ひかないように、オリオン座が見える、あ、行く行く、うん、まだ日付変わってない、車の場所分かる今これ、はい、ちょっとカードしばらく借りていいのこれ、あ、いいよ本当に、うん、まあしばらくから、しばらくだけ借りる、今日の作品は本当面白くて美しかった、いや今日ライブ来てくれた人あれとね、うん、見てる人今日少し多いね、いやだからこれテロップが流血しましたってやってるからでしょ、うん、やっぱテロップ大切だな、流血しましたって来たらやっぱみんな来るでしょ、うん、そうそうそう、よいしょっとちょっとね、ハンドベルトをちゃんとね、ハンドベルト、足とベルトをね、いやいや手でもちゃんとつけますよ。よいしょ。行けてよかったです。シートベルト、ね。こんばんは、痛々しい。いや、全然だから、全然本当に大丈夫なんで。はい。あとちょっと、ちょっとテンションを落としていきます。はい。テンションを落としていきますから。だから今日ね、ホテル、このまま岡山行きまして、岡山行きまして、そうそう、ヌーホールでなくてよかった、岡山行きまして、今日はライブろれついつもより回ってなかったくらい心配だったよ、はめちゃくちゃ回ったろ、何言ってんだそれ、モノくんの話でしょ、ろれつ俺回ってなくなかったどういうこと、何それ、いや俺普通だったよむしろ、うん、むしろ俺本当にめちゃめちゃテンション高かったけど、うん、結構なんか落ち、ろれつめっちゃ回ったよな、うん、普通に俺は情熱と冷静の間にいたと思うよ今日は、情熱と冷静の間に、モノくんは何言ってるか分かんない、それはいつものことだけど、はい、のこさん傷大丈夫、あ全然大丈夫です、はい、良いライブだったよ、うん、演奏良かった、キレキレでした、モノくんと見間違えたろそれ、俺別に全然普通だったろ、うん、どんくらい切ったの、だからものすごいね、ここにもう目ん玉が落ちそうなぐらい切られてるんだよ、だからもうダメだよ本当に俺も、うん、やばいよ、うん、だから千葉県帰ったら手術します、のこさんにバチバチに決まってた、うん、いや、やっぱ元気だもん、うん、めっちゃ元気だもん、だから俺もさ今さ大阪終わりでさ、やっぱさちょっと疲れてんだけどさ、まだまだライブできる、うん、今日このまま、うん、このまま大阪帰ってやっぱ俺元気よ、うん、やっぱ元気、うん、そうそうそう、メンタルも体力も、うん、ビートたけしレベルの怪我やばいのが元気そうだもんね、うん、メンタルも体力もマジで元気、うん、いやお前らほんとな、俺を見習いや、元気だな、うん、俺マジで元気よ、アドラリン出てるね、いやアドラリン出てるっていうか、それは今ないな、配信してるだけだよ、俺ちょっとテンション落としてくから、あと60曲残ってる、いや全然できる、いや全然、てかほんと体力運動してないんだけどね、そう運動してないんだけどね、うん、そうそうそう、
元気、目をつぶって休んだ方が。うん、別にホテル着いたらそのまま寝るから。うん、ガール2の AV でやってたポーズハマったの。お前、お前らもけど嬉しいんでしょあれ、はい、強がらなくていいよ。お前みたいなクソ雑魚と一緒にすんなゴミな。おめえみてえなこんな傷を負って泣いちゃうような、おめえみたいな雑魚とちげんだよこっちはよな。本当によ、何年な修羅場くぐってきたと思ってんだバカな。本当によ、うん、稲葉ウは嬉しい。あ、そうなんだ。どうば、かまってちゃんって何系のバンドになんの。多分インターネットをネットポップロックネットポップビジュアル系バンドじゃないかな。うん、そうそうそう、うん、そうそうそう、そんな感じ。うん、 AMV 最高ガール2。はい、匿名希望くんの AMV ってありますか。あ、あるかもね。まあ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 、それはちょっとやめよう、あんま言うのやめよう。あともう一つ MV あるから、はい、こんばんは、大丈夫。うん、大丈夫です。うん、ビジュアルが楽しみ。あと一つ、MV はもう一つあるんで、そうそう、マジかよ、そう。もう一つもあるんで、アルバムからもう一つ MV あるから、そう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 、それ楽しみに。はい。ビジュアル系が入ってるって何が？当たり前だろ、こんなイケメンがいるんだから。うん、イケメンがいるんだからさ。ビジュアル系っていうのは本当に俺は昔から言ってんじゃんっていうか、うん、ビジュアル系でもあるな。キノコや楽しみだ、秋に公開するって。いや秋じゃないや、うん、秋じゃない。どの曲だろう、楽しみに。はい、ビジュアル系ってそういうことなんて。いや俺がイケメンってことじゃん。そうよ、そういうことよ。俺がイケメンじゃん。うん、モノくんもいるしね。うん、こんなイケメンに気づか、かっこいいしね。かまっちゃんの AV 毎回最高。うん、まあね、いつ公開なの？知るか？ああ、いつ公開？いや、結構ね、まだね、あのね、いつだろうな。多分ね、もうちょいかかる。12月とか、うん、他のメンバーいないの？うん、帰っちゃった。やめちゃった、あいつら。うん。ほんと今日楽しかった。あとね、あのね、のこさんがイケメンバンド。あのね、12月か、12月後半ぐらいになると思う。うん。でもそっちの MV もすごいよ。そっちのね MV もね、俺ね途中段階見てんだけどね、そっちもすごいっすよ低予算でまあまあよくね、言うてすぐやん。まあまあそう、言うてすぐ。うん、いや低予算で、いや低予算でさ、すげえなって思ってさ、楽しみ。いや、うん、そっちもすげえ。まあ何の曲か、バイキンは、まあちょっといいね、ちょっとねやめてください。はい、いろいろね、あのペラっちゃいそうなんで。はい、ひまわりの MV 見たいです。のこどうした、今来たけどびっくり。なんかいきなりだから外配信したら、あれなんか辻切りされたわ、通り魔にやられちまってさ。そう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 、さすがね、あのね、いける伝説のロックンローラーののこさんだ。言わないでって言わけねえだろ。言わない。そこはお楽しみに。はいね、いやいやいや、バイ、ラグくないってうるせえ。そうそうそう、そんな感じのね、あのここにいきなり包丁で切られてしまったんで。はい、嘘やんって。何が嘘ついちゃ悪いのかよなあ。嘘やんって言うけど嘘ついちゃ悪いのか。2時間くらい通りもや、うん、日本やばい。実際そうじゃん、ハゲホラウキの子ちゃん、通り魔のとこやめてって。何が、うん、辻切りされだから。うん、のこさんの皮、傷で価値が落ちたりはしないよ。むしろ上がるよな。俺も自撮り乗っけたけどさ、ちゃっかり自撮り撮るか、あれ流血した後さ、ちゃっかりとさ、自撮り撮るか、あれ僕かっけーって思ってさ、自撮り撮った後かっこいいよな。いや、マジでかっけー。うーん、やっぱ似合うわ、のこさんには。違う、ここぞとばかりに刀の試し切りされる自撮りで。いや、やっぱちゃっかりとね。そうそうそう、うん、やっぱのこさんと血は似合いますわ。はい、こんばんは、のこ今日楽しかった、ありがとうね。うん、今日俺もね、大阪ね、大阪まあまあ毎年ね、 NG フェス以来だけど、うん、そのうち殺されるぞ。このそのうち殺される、逆に殺してやるよバカ野郎お前、本当によな。こんなやつのな、こんなやつをね、通り魔ね、やってみろ、おねやろ。逆に俺が包丁でね、めった刺しにしてやるよな。
包丁で滅刺しにしてやる、このやろ、ほんとに。や、血を吹かずに初見です。あ、よろしくお願いします。うん、痛くて泣かなかったの、止血して、血だらけで美しかった、時計仕掛けのオレンジのアレックスみたい。あ、そう、うん、今日ライブでしばら、あ、今日のライブでしばらく乗り切ります。ありがとうございます。演歌流れてる、演歌じゃないよ演歌じゃないでしょこれ。うん、これはなんかあの、これはあれでしょ、あの F1 サーキットのなんかテーマソングでしょ。去年大阪から何、F1 長州力じゃねえや、まあまあ何でもいいや。集合写真のモノくんがイケメンすぎた。あ、ちょ、俺それ見てねえわ。千葉銀が巻いてくれたタオル姿かっこよかった。ああ、今日、あ、今日ね、アレックスクレイジーサイド、みんなで演歌歌った。テープ貼ってますか、見りゃ分かるんだろ、暴言なあ、見りゃ分かるだろ、テープ貼ってるってよ。うん、ツイートした自撮りね、かっこいいよねあれな、やっぱな。ああいう時絶対俺これからもさ、あのさ、血流した時とかさね、あの手が取れた時とか包丁で刺された時とか自撮りしたいわ、てか配信したいわ、そういう時もな。あ、左まぶたも傷あるってねえよ、大丈夫、初めてのライブでした、今日楽しかった。あとね、あとね、うん、中学生漫画みたいで、今からレース始まんの、じゃあ今誰が運転してんの、千葉銀貨もノック運転してんだけど、うん、多分あの130キロとかでね、そう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 、飛ば、今飛ばしてんじゃないかな30キロとかで飛ば、うん、飛ばしてると思います。はい、うん、なんでこの音楽流してんだろう、フロントメモリー超良かった。うん、これはかけるかな、俺左利きなんだよ。あ、お茶ばかりざんす、来てないけど、そろそろ終わりにしよっかな。うん、そろそろ終わりにしよっかな、俺も休みたいし、事故らないで、サーラ書いて、全然全然書けなかった。はいはい、お茶ばかりざんす、はい、ゆっくり休んでください、休んで寝て、はい、精神薬ありがとうございます、はい、かわいい、ゆっくり休んでね、寝て寝て、ゆっくり休んで、はい、ゆっくり休んで、お茶ばかりありがとうございます、ゆっくり休んで、さあ、あらちゃん、ゆっくり休んで、さすが、あ、皆さん、今日本当大阪ありがとうございます、はい、お茶ばかりありがとうございます、お休みなさい、 T スクエアうん、さあ、もう終わっちゃう、いや、もうゆっくり寝るよ、精神薬ありがとうございます、また明日、岡山よろしくな、はい、全然本当大丈夫だから、マジで、うん、岡山よろしくな、うん、明日もファイトです、はい、お茶ばかりありがとうございます、はい、明日も行く、お茶ばかりありがとうございます、精神薬ありがとうございます、はい、おやすみなさい、お茶ばかりありがとうございます、はい、頑張ってね、また明日、はい、また明日行く、はい、ゆっくり休み、ありがとうね、お茶ばかりありがとうございます、お茶ばかり、おやすみなさい、おやすみなさい、おつでした、 お疲れ様、お茶ばかりありがとうございます、はい、明日も行きます、お茶ばかりありがとうございます、はい、はい、お大事に、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい、はい、おやすみなさい、お茶ばかりありがとうございます、いやいや、ちょっとね、明日もね、楽しみだね、うん、いやいや、けど、ほんと体力あるよ、俺まだ全然全然、やっぱね、ライブできるもん、大阪戻って、うん、精神薬ありがとうございます、おやすみなさい、いや、俺結構やっぱ、体力ある、なんか運動してないのに体力あるな、俺やっぱ、おやすみなさい、なんか、なんだかんだ元気だもん、うん、今夜お酒、いや、今夜のお酒飲まないよ、そうそうそう、体力有り余ってんね、ほんとだよ、化け物かよね、お茶ばかりありがとうございます、元気、元気、元気っていうか、うん、全然今からあのね、外配信でもできるよ、キチガイ外配信でも全然できるよOS 宇宙人も久々にやったよね、お茶ばかりありがとうございます、そう、今日 OS 宇宙人とかなんか久々にやった曲もあんね、口ずさめるようにとか、はい、配信で安心し、うん、酒は飲まないよ、飲むわけねえだろ、お茶ばかりありがとうございます、風呂も入んねえよ、風呂も入んねえよ、すごいね、体力なくなるよ、普通、分からん、うん、精神薬ライザース、お外寒いよ、まあ外寒いからね、岡山終わりは外配信するかも、岡山終わりは、うん、岡山終わりは、そう、ありがとう、ライブのために、あ、ありがとうね、岡山終わりは外配信するかも、うん、分からん、ちょっと分からん、うん、ちょっと分からん、そうそうそう、分かんないけどね、うん、岡山連泊だから、岡山は連泊だから、何やったら無事でよかったね、
うん、体若いままやんけ。本当だよな。癖ません、めっちゃ良かったです。岡山連泊です。怪我大丈夫です。はい、じゃあとりあえずそろそろまたね。ハートね。はい、ありがとうございます。うん、美佐子さんが笑ってる。傷口や楽しかった。ありがとう。はい、またね。はい、え、顔どうしたんですか。だからあれ辻斬りされたの。はい、いきなり通り魔に襲われました。はい、いや皆さんもね、あの治安悪いんで気をつけてください。はい、おやすみ、バイバイ。